はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員忽田亮司でございます。本日6日午後3時半ぐらいから東西線浦安市浦安駅で浦安支部長佐川さんと一緒にですね、政治活動を行います。肺がん治療から初の街頭活動であります。3月、1月、2月、12、11、10、9、まあ、半年ばかしですね、手術やったり抗がん剤治療やったりで寝てばっかりいまして、すっかり衰えてしまった体力、ほぼゼロに近いんじゃないかな。それを徐々に戻さないとなーって思っております。3月20日には拉致被害者署名活動、救う会全国協議会の、署名ですね、それを集める活動を池袋西口で午後予定しており、3月27日には、NHK スクランブルデモも予定しておりますんで、それまではちょっと体力つけないとなーって、思っております。足立区、江東区、中央区、世田谷区、豊島区、北区、西東京市、八王子市、千葉県浦安市、山梨県甲府市以外の日本改革党支部長募集中であります。動画説明欄のもっと見るをクリックしていただくか、忽田亮司のツイッターから応募してください。よろしくお願いいたします。まあ支部長になるとどんな活動するのかって今日ご報告いたしますんでね。ウクライナ在住の日本人の方から情報ありました。3月5日、昨日ロシア軍の爆弾でって書いてあったんですけど、これはミサイル攻撃のことかな。爆撃したって話は聞いてないんで、ミサイル攻撃のことだと思います。で、この方の近所の小学校が廃墟になってしまった。この方のお住まいのお家のですね、窓ガラスもその時の爆風で割れちゃったそうであります。こちらが廃墟になった小学校と、爆風で窓ガラスが割れとるですね、マンションですかの画像も一緒に送っていただきました。住居の電気やガスが普通で住めなくなっちゃった方が避難所、市内の避難センターに避難してるらしいんですけれども、情報をくれた方は避難せずに住んでるらしいんですけど、避難所にいる方のお話も、お話も教えてもらいました。大勢いるから少し暖かい、なんか暖房ないみたいですね、これね、避難所ね。水の問題でトイレが困ると。これ水あんまりなくて回数制限とかあるんでしょうか。ロシア兵が民家を襲ってるそうだ。無人となった空き家となった民家に押し入って、なんか金目のものを奪うぐらいのことをやってんだろうなーって思いますけれども、まあ貴重な現地の情報誠にありがとうございました。この方なんかベトナム戦争も行かれたというですね、戦われたというですね、なんかすごい日本人なんですけれども、私がもうちょっと若ければロシア兵と戦うんですがって書いてありましたけれども、おいくつなんだかはちょっとわかりません。共産党がウクライナへの防弾ベスト支援に反対したそうであります。防衛装備品の供与は武器輸出に当たるなんて言っちゃったりなんかして、ロシア非難決議に賛成したものの我慢できなくなっちゃったみたいですね。共産主義の正体を表したみたいですね。どうせあれだっぺってロシアの味方なんぺおめらいう感じでね、非難決議にも令和みてえに反対すりゃ分かりやすかったのにな。ネットの反応です。武器じゃなくて防具だけど、防具なら民間人も活用できるんだが、がっつり正体を表した。ついに我慢できなくなった。こんな連中と組んでる立憲は頭おかしいで。共産党って毎回お前らの党が一番独裁やんけって言われてるよな。苦し紛れの窮状用語でがっかり。ロシアのおかげで共産イコールやばいが再認識されたから次の参院選厳しい。
っていうような意見ですね。ドイツもですね、当初武器は輸出できないんでヘルメット5000個送りますなんつってですね、お茶を濁しておりましたが、途中で方針変えてですね、スティンガーミサイル500機を、送りますって発表になっておりました。日本政府はですね、ドイツのヘルメットの支援見てですね、防具ならよがんべって判断したんだと思われますけれども、防弾ベストは防具ですよね。これが武器輸出なんで？だって防弾ベストだったら民間人の身も守れますよね。必ずしも兵士だけが使うもんじゃありませんよね。なんでこれが武器輸出なんだ。洗脳が深い共産党支持者しか、なるほど、なんて思わねえかな。田村智子政策委員長、当初は反対しないって言ってたのは、一転してですね、ぼっちで緊急記者会見して反対しると、こんなこと言っておりましたんで、まあがっつり怒られたんでしょうね。志位和夫あたりにね、ひょっとしたら不破鉄道90歳に直々に怒られたかもしれないな。政策委員長といえど個人の意見が許されない。一転して急に言い訳記者会見、それが旧産共産党と共産主義であります。こんな奴らがですね、日頃ですね、話し合いでとか多様性とか言ってんだから、へそが茶沸かすわ、共産党の言うことなすことは全部嘘、ぐらいに思ってた方がちょうどいいっすね。日本政府年に1回改定するんですね、国家安全保障戦略、まあなんとか白書みたいなもんすか。で、ロシアを北朝鮮と中国と同じ国家安全保障上の課題国とする方針だそうであります。つったって変わんのは年明けてからでしょうけどね。のんきなこと言ってんだねって感じなんですけど、防衛省幹部、現行ロシアは友好国扱いだがもう無理と。北朝鮮は脅威国としているが、軍事費を際限なく増大させている中国もですね、北朝鮮と同等の脅威国とすることを検討中だそうであります。まあこんなのね、比較三原則と同じ言葉遊びにしか見えんけどね、脅威のはずの北朝鮮の出先機関の総連を潰さねえし、安保課題国の中国からの実習生や留学生や観光客をバンバン入れてるし、まさに言ってるだけで効果ゼロの言葉遊びですよ。脅威国認定したから、課題国認定してからなんだっちんだって話ですね。課題国だからこれこれこれを制限します、脅威国だからこれこれこれを制限しますなんていうことを見えてこないのね。紛らわしいからシンプルにですね、敵国、準敵国、潜在的敵国、呼ばわりで、その方が分かりやすいべ、言葉遊びしてんだねーわ。でね、一旦敵国、準敵国に認定したらばですね、それなりの規制を設けろ。ここに輸出する場合は 50% 関税でとかですね、してみて、韓国なんかも準敵国あたりに収まったは思うんですけれどもね。3月5日、昨日、中国全人代開催されてですね、中国の来年度軍事費は 7.1% 増の 26.3 兆円にすると発表になっておりました。これGDP のですね、伸びが 5.5% で、まあその数字も嘘なんですけれども、GDP の伸びよりも軍事費の伸びの方が大きいですね。ちょっと身の程わぎまえずに無理してんじゃねえのかって気はしますけれども、26.3 兆円だって、翻って帝国の防衛費はいくらかっていうとですね、開発研究費の補正予算込みで6兆1744億円だそうであります。補正予算込まないと 5.4 兆円、毎年毎年着々と1000億円ずつね、じりじりと上げてってんですけど、まあまあ補正予算込みだとこのぐらい、 6.2 兆円ですか。ドイツがですね、13兆円増額しますっていうのに、比べてですね、まあ絶対的に少ないですよ。
やっぱりね、どこに消えてるかわかんない多分左翼に流れてる男女共同参画予算、10兆円をですね、丸々防衛費に転換すべきだな。そうすると16兆円になりますから、それだとあの NATO 参加資格のですね、GDP2% も楽々達成できますよ。大きな顔できますよ。日本はあの自分で自分の身を守る努力をちゃんとやってまーすってですね。議論、2ちゃんの議論なんですけど、ウクライナ民が火炎瓶でロシア兵を攻撃するのは戦争犯罪にならないのか、という議論ですね。何らかの、規定や条約が決まりに反しないのかという、議論が行われておりましたけれども、答えはなりません。自然権、人権の中に自然権っていうのがありまして、これは文明や国家ができる前から自然に備わっている生命、自由、財産、健康に関する不可乗の権利、譲れない権利、これはあの文明以前の問題だ。自然にあるんだ。人には死にたくない、殴られたくない、奪われたくない、まあ土地や財産ですか、あと家族とか、などの権利は誰にも侵せないっていうことなんですけれども、自衛隊はあの憲法違反だーなんてあの共産党が長年言ってますけれども、ギャーギャー騒いでますけれども、憲法より上のですね、憲法より上位の自然権には合致してんですよ。誰だって殺されたくねえよ。それには合致してますね。日本人はあの無抵抗でむざむざ殺されるって言ってんですよ、共産党はね。共産党に我々がやられるか、我々が共産党をやっつけるのが早いか、そういう感じになっております。もちろんですね、やられる前にやっちゃうのが吉っていうか、それしか考えられませんけどね。ビザ、マスター、JCB カードが撤退したロシアのホテルの支払い不能で、踏み倒して逃げる客が多発し、混乱しているそうであります。まあ、撤退しましたもんね。ロシアの大家が、借りてる人に、家賃はルーブルでなくて、ドルかユーロで払ってくんないって要求したそうであります。紙くずですもんね。アエロフロート、すべての国際便を8日から、運行停止すると発表しておりました。国外脱出できねえな、ロシア人はな。スタンダード&プアーズ、ロシア国債格付けを BB プラスから CCC マイナスに8段階一気に下げました。パスタ、米、その他の穀物類は1人当たり10パックまで、砂糖10キロ、植物油10本、サラダオイルですか、小麦粉10キロ、塩は3パックまでの購入制限がロシア国内で開始されました。まあ、ソ連名物のですね、食料品店に大行列する光景が復活と、よかったね、あの大ソ連に憧れてんでしょ。小麦、トウモロコシ、米、大豆など、世界食料価格指数がですね、2015年の 1.4 倍となり、過去最高を更新いたしました。国際金価格が、グラム8000円を突破し、過去最高を更新しました。これ世界が不安になっていくとですね、確かな資産っていうか、まあ、金に群がるんですよ。財産の投資先としてですね、例えばルーブル持ってる人は、やっぱ金に変えたいよね。紙くずになるのが目に見えてますからね。NHK 報道、プーチン、制裁強化は宣戦布告なようなものだ。何？制裁強化は宣戦布告のようなものだ。制裁に参加している世界約32カ国に宣戦布告のようなものを宣言しておりました。なんだそのバールのようなものとか、刃物のようなものとか、そういう言い回し、ネットの反応です。そりゃそうだろう。兵糧攻めなんだから。聞いちゃってるようだな。自業自得だわ。そのまま滅べ。ロシアが消滅するまで経済制裁する。泣きながら震えてて草。お前らが侵略したから制裁したんであって。怖くてロシアの株式市場は閉じたまま。それってあなたの感想ですよね。ロシア新派の NHK の報道なんで、宣戦布告のようなものなんて報道されてましたけど、
実は、宣戦布告だぐらい断言しちゃってるかもしれないですね。震えながら泣きながらですね、制裁やみちくれって言ってて爆笑なんですけど、全然同情できませんね。経済政策されたくなきゃ、侵略しなきゃよかったのね。ウクライナに攻め込まなきゃよかったのね。アメリカから散々ですね、ウクライナ攻めたら、ドル経済圏から締め出す。ドル使えねえようにしてやるって警告されてただろうが、世界的に食料の値段上がっちゃって日本にも影響出ますよこれ、こっちもいい迷惑だバカ野郎ってね、この制裁はですね中国がじーっと見ています。なので手を緩めることはできません。制裁がですね大したことねえなって、中国が思えばですね、ウクライナ同様どことも同盟してない台湾をすぐに盗みに来るんだろうし、その時は同時に沖縄なんかも攻めるんだろうしね。ロシアは自業自得だから、そのままね、貧乏な思いして食うや食わずのソ連時代に戻ってちょうだいっていう感じであります。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。